い、どうも、シュンティーブです。よろしくお願いします。お願いします。というわけでですね、はい、新年、今日一番声出たと思う。はい、どうも、ショイティービー。2日目だからね、まだ明日、はい、いよいよ前原スポーツさんで初売りイベントが開催されます、はい、ということでですね、我々プレゼントというかちょっとしたものとかの販売するものを、本日ご紹介しますので、はい、明日よければね、購入してみて、チャンスがあればプレゼントできますので、はい、楽しみにしていてほしいなと思います。まず、はいはい、前原スポーツさんにて初販売、そして初めてプレゼントもできるかもしれない、はい、そういうものを、用意しましたんで、はい、はい、その商品がこちら、はい、じゃーんと、はい、こちらね、わかんないけどね、でもね、それだと、はい、帯ついてますけど、こちらステッカーになるんですけど、はいはい、はい、こういったね、ステッカーを今回ご用意しました、はい、はい、すごいキラ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 しててね、こちら、今回のデザインクラッチさんで、おお、前カード作るの、そう、前カード作ったり、そう、シール作ったりいろいろしたんですけど、うん、そこのメーカーさんで、はいはい、作っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、まあ、こちらを、販売、そして、プレゼントするんですけども、うん、ゲットできる、手段が3通りあります。はいはいはい。はい、1つ目、こちら販売、2つで、1セットで、300円で、はい、販売してと思います、うん、もちろんこの300円はその売り上げに対して、まあ、子どもたちの野球道具だったり、はい、プレゼントに、使用させていただきますので、よければお願いします。お願いします、はい、そして2つ目のゲットする手段、前原スポーツは毎年商品じゃんけんというものがありまして、うん、お店の中の商品を、まあ、購入するときに、はい、レジでくじを引けるんですよ、はいはい、くじ引けて何等で何かもらえるっていうのがあるんですけど、うん、それとは別に僕とじゃんけんして勝ったら、はい、まあ通常も 10% オフの、うん、セールとしてやってるんですけど、僕にじゃんけんで勝ったらさらに割引と、去年でしたら 20% オフ、そうそう、通常 10% で、じゃんけんで勝つと、じゃんけんでやると 20% オフということで、すごいお得なものになっております、はい、ただ去年一昨年見ていると、まあ、じゃんけんで負けてしまって、それで終わりってなってたのが僕の中ではちょっと心苦しかったっていうのはあったので、うん、今回はじゃんけんで惜しくも負けてしまった方にはこちらのシール、はい、どちらか1枚、はい、プレゼント欲しい方したいと思います、はい、まあ、よくないですか、結局はじゃんけん負けちゃって、わ、今年はちょっと運がねえなと思いきや、うん、こういうのをもらえるということで、はい、まあ、勝った人は、まあ、20発のオフなんで、ね、まあ、そこはね、そこはいいね、もし欲しかったら、300円で購入できますよと言ったところでお願いしたいと思います、はい、はい、そして3つ目、翔平 TV この度ね、ウェアを制作しました、はい、2024年版ということで、はい、はい、こちらパーカーと、T シャツが2種類ね、あって2種類の中の、デザインもちょっと違うんですよ、うん、こちらの小さい文字、うん、あんま目立てない感じっていうんですか、ちょっとこう抑えられてる、ほんと数量限定、はい、本当10枚歩かないぐらいしか、まあ、前原さんだとってことですよね、そうです、そうです、よかったら、ゲットしてみてください、はい、はい、でこちらの T シャツを、購入された方に対しては、はい、このシールどちらか1枚、はい、プレゼントということで、うん、はい、でこちらのパーカーを購入された方は、2枚ともセットでプレゼントという感じになりますので、うん、よかったらねゲットしてみてください。お値段はですね、 T シャツは3000円と、うん、でパーカーが6500円となっておりますので、よかったら購入してみてください。前原スポーツさんで、まあ、購入しようと思ったんですけど、サイズがなかったり在庫がなかったりして購入できなかった方は、当日、予約もできますので、そこで後日発送する感じになるので、はい、よければよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、まあ、ということでね、僕らからしたら自発的なイベントは初めてかな、そうそう、こういう直接 T シャツ販売させていただいたり、パーカー販売させていただいたり、まあ、こういったグッズをね出させていただくっていうのは初めての試みでもありますし、去年は一人体調不良、一人もはや行けないっていう事件が起きてたんですが、今年はね、なんとか2人ともここまで、体調崩さず来ているので、皆様に、笑顔で接客できるのかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆さん明日ぜひぜひ皆さん明日、お越しください。はい、僕らも楽しみにしているので、ぜひ来てね、一緒に楽しみましょう。待ってます。はい、お願いします。さあ次の動画行きましょう。はい、ゴー。
下の方がいいな。何だか
あそこ絶対打てないから打たないんですよ。走走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